はい、おはようございます。エムサバンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンごとぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これを、ね、やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日もね、一日頑張りましたね。疲れましたね。喉乾きましたね。コンディション仕上がってます。筋トレ、運動、ランニングしてきました。風呂上がりですね。さあ、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日飲んでいくのはこちらです。買ってきました。クロンバッハピルスっていう原産国ドイツのビールで、アルコール分 4.8% ってなってますね。これも初めて見まして、飲んだことないやつなんですけども、お店ではですね、ドイツ国内なんかナンバーワンみたいにこう書いてまして、調べてもそんな情報出ますね。ドイツ国内出荷量ナンバーワンビール、あとは飲むパンと呼ばれるクロンバッハのピルスが香り豊かで美味しいとも書いてますね。飲むパンってすごいですね。なんかそんなのあるって感じなんですけども、さあ、もうとにかくね、ぶっ決めていきましょう。行きましょう。今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。出ましたね、これですね。キンキンジョッキしか勝たん。行きましょう。待てと、よっ、くーっと、飲むパンって何ですか、それは。テンション、うわ、匂いが強いかな。かー、オーラありますね。さてと、匂いはビールですね。さて、綺麗な色してますね。黄金に輝いてますね。ぶっ決めていきましょう。クロンバッハピルスですね。いただきます。いってきます。乾杯。かー、キンキンだ。だー、はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてやりました。今日のやつですね、まあ、初めて飲んだんですけども、最初に調べて知った飲むパンっていうこのフレーズがですね、なんか頭に残ってまして、それをですね、まあ、探るようにこう飲んでいきましたけども、後味なんか気持ちに甘いような気がするかもしれないですけど、これといっても苦いわけでもなく飲みやすくて、やっぱなんか少し甘いかな。そんな感じのビールでしたね。アルコール分 4.8% で飲みやすいですね。これはいいですね。さあ、ってことで、この缶ですね、1本飲むだけでね、マジでこれドイツに行ったような気分になれるんですよ。ということで、もしかして今飲んでみたくなって気になった方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあ、最後に次回予告です。明日ですね、こちら行きましょう。これもね、ビールなんですけど、見たことないのね、売ってて買ってきました。DHC プレミアムリッチエールってやつですね。プレミアムリッチですよ、これ。すごい。名前巻きしますけども、アルコール分 6% は酔っ払いそうですね。とりあえずね、明日こいつぶっ切れてくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。一本でね、ドイツに行ったような気分になります。オーライさんです。